本当にまあ、いろいろ来てるんですけども、いやたくさんのメール嬉しいですね、はい、森本アナウンサーご実家親孝行できましたかゆっくり休めましたかとヤンタン放送終了時イノシシがサンライズ出雲に衝突し東京行きの岡山止まりになったのは驚きましたと。東京行きがねサンライズ出雲、旅行会社のパッケージであれば GoTo トラベルの対象になるそうです、ね、えうわ個室の雰囲気もよくナンバーワンナンバー式の鍵も設置されており、はい、申し込めばシャワーも利用できます。ただ個室が声が漏れてしまうのであまり激しいことはできません。トムさんと森本アナウンサーがあー夜と朝の間に個室で何か起きるかも楽しみですが、せっかくなのでマリリンも隣の個室に、乗車して旅行されたらどうでしょうか。恐ろしいカオスですよそれ、ね、いやでもこの前誰やなお前からメール来たよな、はい、最初にわーっとヤンタン終わった後あのトムからメール来て奇跡が大変起きました。事件です、うん、あれ消防が乗り寄ってやったサンライズ出雲がイノシシが衝突したため運行中止になってます。だからそれがほんで運行中止って出てんのよ、はい、それはすごいな思ってね。そんな たまたま帰るって言ってたの先週ちょうどその話をして ね、はい、なんか出雲となんだっけ瀬戸、はい、があってどっちか調べてきます僕どっちだったかなって言って、うん、で電話かかってきてその多分アナウンスの、うん、アナウンスの方に行って調べたんでしょうね。で出雲でしたって言ったらもうスタッフさんも含めて歓喜ですよ。うわーいけないんだってよって言ってもう半沢直樹のあのなんかもうねクイドドラマのねなんかいけたなんかもう突破したみたいな時みたいにみんながやったーって言ってしかもういけない持ってるな美味しいなって言ってもうすごかったんですよみんなで湧いて。そうやな。でその勢いですいません師匠にも聞いてくださいっつって、うん、いつも乗れないみたいですよって乗れもよくあーすごいなあいつは乗ってるなすごいなと出雲で帰るあんなにだって本番中出雲で帰ります出雲で帰りますって話してイノシシがぶつかってやからね。そうですね。そんな普通なんかまあもうこれあかんのですけど人身事故とかじゃないちょっと笑えるやつですから、はい、イノシシがぶつかって聞いたことないですもんお前が帰れなかったっていうのをね、はい、これはもうみんな喜んだよな、うん、まあでそれでまあ仮に乗れないにしても払い戻しも受けなきゃいけないんで、うん、とりあえず大阪駅まで行ってみますと福島さんに電話してて言ってで大阪駅まで先週の放送終わって行ってでそしたら泊まったのは確かにサンライズ出雲なんですけどサンライズ瀬戸の方は動いてるので振り替えで乗っていただけますよというのを JR 大阪駅でっていう話を乗れましたって言った瞬間に半沢直樹がまたなんか悪いやつがやってきて、うん、もうやられたみたいな感じでもうみんな愕然としてなんで乗るのって言って乗れなかったら面白いこといっぱいもうおすずが一番怒っててもうねなん か彼氏みたいなんか元彼みたいな言い方で最後にいつもこの人はこういう感情にさせるみたいな。いやだからすごい後味悪いそういう感情にさせるのが森本やそうなんですよだからこれは乗った方がええねん、はい、そうなんですよだからこんな腹立つやつないやんかだってちょ面白いことを捨てるやっぱさすがですよ面白いことを捨てるのがこの男やけどそれがまた面白いんです確かにもうだから腹立ってくるやんか、はい、だからなんか二周してる感じでなんか結果的に喜怒哀楽を全て消防に使ってしまったんです1時間ぐらいちょっと待ってください。なんで放送が終わって田舎に久しぶりに帰るという若者がいろいろあったけど結局予定通り田舎に帰れたというだけで、うん、なぜこんなにもイラつかれなきゃいけないんですかこれに関しては僕が正しいですよね。何がそうですよね、いやいやだからイノシシがぶつかって帰れなかったというのはもともといろいろあったじゃないですかその、はいはい、要はなぜサンライズ出雲なんだと、うんうん、しかもなんかその初めて乗るなら分かるんですけど消防2度目らしいんですよ、うん、乗ったことありましたよ前に。もう1回楽しんでて別に2度目だし、ね、出雲とかから乗るわけじゃないし大阪東京間を、うん、で着くのが7時半とかで俺はもう金やるから、はい、もうとにかく朝の新幹線に帰ってほしい、ね、新幹線乗ってて1時間しか変わらないわけですから、はいはい
それでおかしいおかしいってね議論になって、うん、でもう1時間半ずっとその話してたじゃないですか。とにかくイノシシがぶつかってそうですね、電車が止まったと。これはもう最高や、最高ですよ。でそれをねまだみんな最高や言うてんのにね乗っていくと違うのを、それもすごいね。だってなんかそれで例えばこっちに戻ってきて、うん、もう勘弁してください乗れません、もう飲んじゃいますとか、なんかそれでなんか飲みに行ったとかなんかわかんないですけど、なんかあ、ね、違う展開になったかもしれないにもかかる、うん、あ、ここがポイントはイノシシがぶつかったと森本が乗る、ね、電車にイノシシがぶつかっての森本が乗れなかった、うん、それはみんな喜んだのにもかかわらず森本は違うのを乗り換えていったというこの腹立ったその時の僕はおすずの名言忘れないです、うん、はあ、本当雑に面白いことを捨てるっていう素晴らしい名言そんなことまさに的を得てるなと。雑に面白いことを捨てるのが性分なんです。じゃあそうそう、簡単に俺は森本に電話入れて、そう翌朝電話いただいたんですよ本当に、うん、そうお前それでよかったよ、はいはい、なんか腹立つねんと、 それでよかったよと、ね、美味しいのにそれを捨ててなんかなってこっちが、これはこれで止まってもたらやな、全然おもろない、うん、まあまあそうですね、やっぱり逆にこれ行ってしまったと、うん、スルッとすり抜けてもう東京行ってはもうあの時間にもうなんか東京乗ったからなお前、はい、でちょうどあの時あの大学の後輩といたんで、うん、あの鶴瓶さんから電話って言ってちょっと後輩にかますっていうのを一つやりました。かます、かますってもう前も言ったけどアナウンサーだけど言葉遣いおかしいからね本当に。鶴瓶さんから電話かかってきたからアナウンサーで、俺はイノシシか NBS ヤングタウンというわけでございましてですね、はい、持ってるか持ってないかわからんのですが、僕はまあ向こうにすると言ってしまったこの森本をちょっとね、はい、讃えますね。いやいやでもなんか結果的にこうやってね、うん、色消防音がやっぱりねお話の話題ですからすごいですよ、うん、繰り返しますけど田舎に帰る電車が振り返り帰れたというだけですからね。だってしかもさ、その後なんかどっか行ったんでしょ、なんかほら並んで行列ができるカレー屋。あ、翌朝行きましたよ。あ、そうだそうだ、はい、それは食べれたの。食べました。だから何もかも腹立って、それが食べたかった。私ショークテツベタオサニフテトムト田口真理と NBS アナウンサーの森本翔太がお送りします。今夜も生放送です。皆さんからのメールをお待ちしております。もし電話をつないでもいいよという方は電話 OK の文言もお書き添えください。メールアドレスです。ヤンタンアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク MBS1179.com です。で、ツイッターでも皆様からの反応をお待ちしております。ハッシュタグマッシュマッシュお待ちしておりますマッシュマッシュやっとこんなんまた出てきたハッシュタグどっちとか見ましたハッシュタグのハッシュがマッシュになったわけやな。ハッシュタグヤンニチハッシュタグカタカナでヤン漢字で日をつけてつぶやいてください。断捨離プレゼントもたくさんありますので、はい、随時プレゼントをお送りしております。朝早うにあのヤクルト2リットル飲まそうかどういうなんて言っていいんですか。ピーピーになるのかな。お腹いやピーピーはならない。2リットル飲んだらちょっとお腹きそうですけど黙らないでください。お待ちしてます。怖い。マリリンがなんかおっしゃってたんですけど、どういうことですか。いやそのやり取りの時に、はい、まあ、みんながの LINE のグループがあるんですよ、はいはい、みんな見れるやつ、ね、そうそう、そこでなんか、はい、やったなみたいな、なんかすごいやっぱ持ってたみたいな、みんながやったなみたいな、そうなんですよ、みんなめっちゃ持ち上げてて、うん、で結果帰れることになりましたってなったモリリンのその LINE から誰一人も返事返さなくなったんですよでその後なんか全員無視、まあ、よくわかんないですけど、で消防もなんか自分の中で、まあ、申し訳ないとか、なんかせっかく美味しかったのにっていうのあれがあったのかわかんないですけど、なんか急に謝り始めたんですよなんかそのいやせっかくの美味しいことを無駄にしてしまいまして、いやそんなことはもう全然ない、お前らしい、そうなんですよ。で、うん、そのなんか謝りも多分我々全員本気で謝ってるとかじゃないから、多分なんか今謝んなきゃいけないんじゃないかっていう、うん、なんとなくの感じで謝ってる分かったから、結果的に そこまで言うたったらひどいじゃん、はい、お前。いやでもそれでいやでもほらひどいですよ。俺ひどかった。でもちょっと待って、俺はこうやって口に出したけど全員無視してたからねそう、全員が本当に俺はまだいい方だと思うよ、ちゃんと言ったから。あんだけみんなうわ盛り上げたよ。ちょっと細かい話になるんですけど、はいはい、その送った後にトムさんなんか LINE で何かを送って送信取り消しめっちゃしてましたよねごめんなさい、それに関してはごめんなさい、僕がメッセージ消せるんですけど、消したよということだけは残るんですよ何かを送ってきたんだけどその後にあれ何だったんですか。福井ちゃんとかあと西田さんとかと喋ってて分かったと、もうね、ヒョウボンがあんな謝ってきてもうみんな無視するの、うん、だから俺がなんかちょっとこう面白画像で、うん、なんか
これだって言って消防も黙らせるからって言って、うん、画像を送ったんですけど、その画像がなんか皆さんにお気に召さなかったのか、あんまりなんか筋と合ってなくて、え何これみたいなって言い始めて、福ちゃんがあんたもやばいやつだからなって言い始めてそれで今送信取り消し機能があるんで、それで全部消すっていう。あ、それやったよ。なんか6つぐらい送信取り消しが。じゃあ、あれは滑った後だったんですか。滑った、ひどい滑り方しました僕は。え、そんな送信取り消しできるの今 LINE で。そうです、そうです、できるんですよ。24時間以内だと取り消せるんですけど、ただその取り消したというのは残るので、まあまあ何だったんとは聞かれますけど、ね、そうなんです。だからそれですぐに滑ったことなかったことにしようと思って。お前絶対そういう時は確実に打っていいからね。そうです、ここでちゃんと打てなきゃいけなかったのに、みんな全員がえこれどういうことみたいな。でなんか一生懸命ちょっとしばらく説明したんですけど滑り続けたんで、ごめんなさいって言って消しました。傷跡があそこに残ってるんですね大変申し訳ありません、乗り換えることができてしまいましたっていうのを高速駅のホームから、なんで謝んなきゃいけねえんだよと思いながら、でしょ、思ってたでしょ絶対そう思って、それが分かったから。そりゃそうですよ、まあ、こういう仕事をしてたらそれはな、はい、謝るということも大事かも分からないけどね、あの今後港の付き合っている時に、ね、いやでもやっぱり僕はやっぱちょっと尊敬しました、やっぱり今回の件で、ああやっぱこの人面白いなっていうか、横尾、ね、さんもだって約束あったし、あじゃあまあそりゃそうや。でもねイノシシがぶつかるそうですね、そうそう、イノシシがぶつかってね、はい、その電車が止まることなんて備えないね。いや本当に今だって令和にその電車の交通でそんなこと、それもあんな話題になってたやつが、うん、あのね、こう違う人やったらあれやけど、イノシシがぶつかる、ね、次の人がじゃあその日の電車だったらやっぱすごいな、まあ、次私帰省するときは一緒に帰りましょうね、3台って、ね、それは個室もあんのちゃんと、あります、あります。で、ツインルームも2人で泊まれる部屋もあるどこに泊まろうとツインルームあるの、ありますよ、ありますよ。でお前はどうしたの、ツインルームなの。僕はもちろん1人で帰ったんで、シングルの、シングルの1人の部屋、1人の部屋ですけど、本当にもうベッドだけで、うん、はい、本当に畳2畳、個室みたいになってるの。一応個室ですけど、まあ、室というよりは本当に会社の仮眠室みたいな、もう布団だけあって、でちっちゃい台があって、で充電する充電のコンセントとハンガーが1本ぐらい。あ、じゃあカプセルホテルみたいな。ああ、いや、そうですね、本当にカプセルホテルみたいな。でもなんか僕の寝台列車のイメージってなんか4人ぐらい人のバイブ屋で、確かに、そうでしたよね、違うんだ、うん、あのそういうお金を出せばそういうツインとかもっとホテルの部屋みたいな部屋もありますけど、うん、ここが一番安いので帰ったんで、ホテルの部屋はどれぐらいだった、ね、プラス1万ぐらいだったんで、まあ、3万弱ぐらいだったかな。交通キャンペーンなんかできへんのかな。確かにそれだったら 35%、 なんかできたみたいですね。できたみたいな、いや、さっきのメールに書いてあったから、やり損ねましたけど、いいんですよ。でもちゃんと大学の後輩と朝カレー食べて、うん、久しぶりに会って話してできたから。 で親に会ってきたの、お母さんに。母は会いました。でどうやんな、母は。いや、あの、まあまあ喜んでくれた。喜んで、まあまあそうですね、はい、いや、どんな感じだったなんだろう、帰ってきたのかって。まあまあ母そんな、あの、お土産とかそんなもん出てたった。いや、行ってないです。なんでやねん、いや、もう母さんも10年いるんで、改めて何かっていう、まあ元気に息子が帰るということがお土産で言うたん。イノシシぶつかって帰られへんかったのに、あの、ほんまは帰られへんかったのに、こうやって帰ってきたんやっていうの言うたん。いや、言ってないです。いや、何で そんな思い、だって帰ったんです。いや、帰ったけども、実はほんまは乗るあれがイノシシぶつかったんやという話の一つもせんやったいや、何がふふふやろ師匠の質問に対してうふふふで終わらしちゃったけど、してないです、ね、してないの。そういうのはやっぱりちょっと人ってほしいな、それは。なあ、せっかくなら、それがでも最初の会話の糸口に言ったんだと思う。聞いてくれよ、大変だったんだよ、みたいな。そうそうそう、お前とどない言うの。もう聞いてね、聞いて。もうだってそれも変でしょ、来れなかった、奇跡でここに来てるから、どうやって来たと思うみたいな風から始まると思う奥さんにもそんな感じで喋るんですか。もうそうですよ。で奥さんは、うん、興味ないごめんね、興味ないんだ興味ないんだって言って、鼻でちょっと笑うんだ、興味ないんだ、まあまあまあ、無事帰りましたよ、はい、お休みいただきまして、はい、黄緑豊、ちゃんからいただいております。ラジオネーム、勤め先の神戸ハーバーランドのビルに、カニ道楽の店舗があり、帰り際には、高らかにテーマ曲が流れて、ヤンタン日曜日の皆さん方を思い出します。特に歌に聞き入っているとショーポンの音程がいかに外れていくか分かりますだから、木田太郎
尾先生に、ゲストで招き指導を受けて南端日曜日にカニ道楽合唱団を結成し、楽しい、面白そう、1万人のカニ道楽大工をできるとカニ道楽1万のカニ道楽を年末に催してはどうでしょうか。すごい、これいいですね。1万人のカニ道楽むちゃくちゃ面白いですね、うん、そう あとまだプレゼントもだって今日もあるんでしょ。そう、あります、あります。もうないのか、もう全部私、何のお食事券はない、断捨離プレゼントはありますけど。断捨離プレゼント、あ、だってカニ道楽さんも聞いてるわけですもんね、これ。そう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 、いや1万人のカニ道楽おもろいじゃないですか。面白いですよね。今なんかズームとかで全員が歌ってるやつとかをこう画面にババ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 って出してみんなが大合唱みたいなのもできるじゃないですか。それええやんの、むちゃくちゃ面白いじゃないですか、ね、1万人のあのズームの合唱ね。ピンとハサミよで、うんうん、ね、ピンとハサミを打ち振り上げて息のいいのが気に入ったピチピチとれとれ歌わない、とれ歌わんかよお前。なんで歌わんの、えすごいですよね。なんやこれ、おっそうこなして歌てんのに。すごいですよね。お前のために歌うとんや。いや、ね、いや、おい、イノシシ持ってこい、イノシシ。いや、ほんとですよね。ね、毎回歌って怒られるから、もう歌わない方がいいから。すごいよね、そういう発想。何歌ってんのみたいな顔。もうだから、なんでしょう、そのセオリーみたいなのを全て無視するから。ああ、だからそこはね。天才ですよ。天才ですよね。うん。違いないんだ。トレトレピチピチ。どれどれピチピチカニ料理、歌わない、じゃあもうなんかその毎週歌ってもなんかこのレア感、レア感出し惜しみしようかな、怖い。いやすごいですよ本当に。これはベタで歌ってええねん。そうですね、あ、そうだ、あ、すいません、どれどれピチピチ、しかも雑に雑に、また雑に、ほんまや。でもあの僕もベタにあの東京とか、まあ埼玉東京通って帰ってカニ道楽の店舗見つけてベタに写真撮っちゃいました。銀座にあって、ベタにって何、それはベタにいらんねん、ベタじゃないでしょ。それは普通に撮ったよみたいな、お世話になってます。いやもう僕ちょっとどんなところにベタ使うな、すいません。あ、よかった、走りお前がベタ使って腹立つ。いや、そう、よかった。そうやろ、僕だから翔吾のことずっと突っ込みすぎたら、あのツイッターであのトムが上げ足ばっかり撮ってるって言われてちょっと反省したんですよ。いやいや、これベタはね、あんまりアナウンサーベタとかあんな使わんでいいんです、ね、芸人がもともと言うてましたからね、ベタを、ベタをね、もともと予選に出てる人間が今日の客どうやりで、あれはベタですわ言って言うねん、そっからやね、あれ芸人用語ですね、芸人用語ですよ。そうだ、今日ベタならあのこのネタしようとか言うので、前に出た人がこっちに言うてくれるのが最初ですよ、ね、それがだんだんバラエティーとかでも浸透して、今もね、そうです、そうです、みんな使うんですけど、アナウンサーがあんまりベタやなベタやな言うのはあんまないで、ほんまにはっきり言うて今回せっかく、カマスも含めね、カマスも含めな。でもまあ嬉しかった、大学の後輩に、うん、鶴瓶さんから電話がかかってくる先輩っていうのを見せつけられたのはやっぱ嬉しかったです。いや変わってないやん俺全然。いやいや、先週あのいやいやいや電話したけど、はい、その後輩とは喋ってないやんか。いやそうですけど、そのどんな感じで言うの。え、いや、あ、ちょっと、ま、でそれあえてテンション上げずに、ちょっとごめん鶴瓶さんから電話かかってきたからって言ってちょっと外れて、で5分ぐらいしっかりいろいろ聞いていただいて、で待って待って、ごめんごめんっつって、え、鶴瓶さんすか、うん、ちょっと今番組やっててさ、えー、すごいみたいな、だってそれが楽しかったっていう今回の規制の一番、え、ごめん、素人さん一般の方、え、一般の方ですか。でもやっぱ嬉しいのですよ、嬉しいの先輩らしいで、その後輩も今東京で芸人やってる後輩なんですよ。芸人やってんの、はい、ポンループっていうポンループ、グレープカンパニーっていうサンドイッチマンさんのところで、もともと大学のそのちょっとだけ前出しました喜劇研究会っていうサークルの後輩の女の子で、女の子で芸人やってるんですよ。お前女の子、女の子と一緒にそれで帰る、まあ、もう長い付き合いで、でお互い母子家庭で、そういう母子家庭関係ない、母子家庭は関係ないやん、人のね母子家庭をいちいち持ってくるな、そういう自分のことはいいけど、そうそう、お父さんどっか行ってもたん、はい、この人もで二人であのコンビとか、まあ、そのお父さん蒸発しはったの、その人だっ
なんだったかな、でも何かでいないんですよ。で2人で母子家庭ズってコンビを組んで、うん、母子家庭あるあるをずっと言うっていうネタとかをやってたんですよ。コンビ組んでたの？あ、その女の子とそのなんか、いやいや喋ってた時やん、あるある、ね、あの学生の時に、あ 自分たちでやそう、そうですそうです、小本と例えば母子家庭あるあるはどんなの、あなた母子家庭やから言えるけど、はい、まあ、ネタではその2人 の, そのミニコント形式でやるんですけど、まあ、言ったらその父の日覚えらんないとか、うんうん、あの突然あの女の子が来て名前を尋ねられたら腹違いの妹かと思うみたいな、そういうのをどうやって笑えばいいの、ね、いやいやごめんなさい、これはちゃんとちゃんとだからその2人男女なんで、あの森本さんですかみたいな、はいそうです、私のこと分かりますか、いやちょっと分かんない、どちら様でしょうか、あなたの妹です、母子家庭あるあるその1、突然年下の女の子が来たら妹かと思う、あるあるって言って、あのファンキーモンキーベイビーズのヒーローっていうお父さんに向けた歌を2人でもうより英気の解散ちょっと待ってよ、もう一応もうダメだって、俺もうついていけないよ、すごいよちょっとすごい、そんなんやってた、でもこれ爆裂受けるんですよこれ。今僕がこんな感じでやっちゃったからあれですけど、これがめちゃくちゃ受けて、で最後の母子家庭あるあるはあの父親がいなくて同情されがちだけど家族の愛に恵まれて結構みんな幸せ、あるあるお母さんありがとうって言って終わるっていうハートフルなネタをやって、毎週華やかなトーク楽しみに拝聴しております先日主人が66歳、パン屋に行ってくるわと、主人の行きつけのパン屋に行くらしいんですが、洗面所で寂しくなった頭髪を整えておりました。主人を見てパン屋に可愛い店員がおるのと言いたくなるぐらいいいのをやめました。なんか主人の背中に男を感じました。まあそういうのはいいことですよ ね、まあ、そうですね。いやそれを寛大にね、あの見送る奥さんがええやん、あ、うんうんうん、確かに、ね、男って絶えずそうですからね、やっぱりヒットし、うん、ね、そうですそうです、ここであの、まあ、森本のこと言うてますけども、はい、これはあのおすずとやね、あのレイカに会うの俺もちょっと楽しみで、ちょっとこうねかっこええ服着て来てますからね私。いやわかりますから、やっぱ意識しますよね。意識します、そうだったんですね。だって僕も奥さんに言われたりしましたもん。だから前からずっとなんて大阪行くときちょっとカッコつけてるよね。全然つけてない。お前全然つけてない。いやこれ言ったでしょ。おしゃれじゃないですか。待ってくださいこれブランド着て。水玉のセーターみたいな。可愛いじゃないですか、ね、これしかも有名な。お前のセンス珍しいセンスやな。すいません。左胸についてるその動物は何ですか。キツネですよキツネ。カンガルーでしょ。違うよこれ。これ有名、これメゾンキツネってやつなんだから。 あるんですかちゃんと。あるよ。で調べてもいいですか。どうぞ。メゾンキツネ。メゾンキツネ、そんな好きやな、はい、そんなで師匠とハワイ行かせてもらったじゃないですか、はいはい、あそこの時のデューティーフリーでメゾンキツネがあったんですけど、これだけセールになってました僕が着てた。これだけ、はい、他は全部セールじゃなかった。これだけセールになってました。その時ちょっとショックでした。おかしいなあ。でもちゃんとあるんだメゾン。メゾンキツネあんの。あのフランスかなんかのブランドなんですよね。で日本人デザイナーがいて、それでメゾンキツネって。メゾンキツネ。メゾンキツネっていう、それあんまバカにするとこっちが痛い目見るっていうことです、ね、痛い目見るってどう。あでもおしゃれだ。あやっぱモデルさんが着てるとおしゃれです。トムさんが着てる。悪口だぞ悪口だぞ。気づいてないだろうけど私は1993年生まれの27歳の女子です。残念、仕事の関係で普段は東南アジアの途上国の田舎に住んでいますが、残念なことに3月頃からその国にコロナの患者さんも増え始めました。3月の末に緊急帰国しました。ね、私は大阪の茨城市の実家でリモートワークをしておりますが、日本はとても便利で食べ物も美味しいですが、うん、家でパソコンに向かうだけ物足らない日々を過ごしていました、うんうん、そんな中ラジオをつけたらヤングタウン日曜日の放送を聞いて、ちょっと聞いてみると面白くて元気がもらえ、その後聞くようになりました、うん、最初の頃ショーポンって変わった人やなぐらいに思ってたんですが、うん、放送を聞くごとにショーポンの魅力にはまり、今ではアイドルに恋をするような気持ちになってしまいました。
私もショーポンと同じように友達が少なく、誕生日にもおめでとうメールはほとんど来ません。ショーポンが一人で、猫カフェに行くように、私も出かけるときは基本的に一人で出かけます。楽しそうにしている人たちを見て羨ましくなることが多いです。ショーポンのトークを聞くたびに、ショーポンと私似てるなと思います。あれ、だこの際でイノシシで、あれ当たってまたイカハルやろ、またショーポンに惹かれていっています。私は今他のどのイケメンの俳優よりも有名人の中でショーポンが一番好きです。うわ、すごい。美人 AD さんにお二人 YouTube ライブにショーポンはめっちゃ優しいと言ってましたが、二人がね、二人が言ってたよって。なんでモテないんだろう、本当に不思議です。きっと私のように思っている人が他にもいるんではないかと思います。27歳の女性ですか。27歳の女性で電話番号は書いてないですか。やらしいこと、やらしいな、えそんなな、やらしい、やらしいな。93年生まれですよね。はいはい、そうですよ。何やん、どういうこと。いや、ちょっと年上が好きなんで、ちょっと結婚したかっていうのはちょっと思ったんですけど、でもまあまあ1個ぐらいなら全然。何を言ってんのお前、腹立つ、腹立つ、腹立つわ、本当に腹立つ。だけどこの人は腹立たないね。そうですね、それでそんな勝負も、ね、いやでも逆に森本消防の、あれをデートプランに対してのメールとかも来てますから。来てんの、はい、先週なんかそんなメールが来たんですよね。どんなんですか。サバカンアイランドさんから、はい、大阪府池田市の方ですね。で、何アイランド。サバカンアイランドちゃんと言ってや、はい、すいません、言ったつもりだったんですけど、すいません、ちょっと滑舌が甘くて。サバカンアイランド、サバカンアイランドさんから、はいはい、爽やか。鶴瓶さん、トムさん、マリニさん、消防スタッフの皆さん、こんばんは。先日初デートのプランについてお尋ねしたものです。ああ、同じ方なんですね、はい、僭越ながらあえて厳しめに申し上げます。ショーボン、だからダメなんだよ。多少期待してしまった私がアホでした。将棋会館が悪いのではなく、初デートに自分の独壇場になる場所を選んでしまうことがよろしくないのです。これはいいこと言うね。顔を出しすぎず、しかしありきたりではない絶妙な答えを素早く出せたトムさんを見習ってください。あれ、トムさんなんか映画みたいなこと言いませんでしたっけ。なんて言ったかはあるんですけども、いい答えでしたでしょ。なんと言ったかわからんけど、ちょっと映画とかなんかそんな、いやでも大したことないと思う。いやでもなんかいいこと言ったような気がします。まあ、いいことは言ってないと思うけど。そんな証文に元ナンパ師の友人から授かった知恵を伝授します。誰からや。2回目のデートは、2回目のデートは90分まで。90分の後ろ髪引かれるぐらいがちょうどいいらしいです、もっと頑張れ消防、応援しています。じゃあそもそも90分か、そもそも2回目のデートまで行く方法を知りたいんですよ僕は。いやいや、だから普通にやな、2回目のデートっていうか普通にしたらええねやな。この27歳の女性なんかお前のファンなんやからな、まあ、ファンに手出したらあかんけども、まあでもこれだけかなりこういう好きな人いきなり電話番号ゲットしようとしてましたね。なあ、好きな人がいてることは他にもいてはんねやな。もしかしたらレイカもお前のこと好きかもわかるんで、なあ、あいないじゃないですか大体今。いやいないけど、ね、逃げましたか。鈴鹿はね、彼がいますからあれですけども、うん、ごめんなさい、ごめんね、ごめんね。でも2人すごいですね、なんか賞もらっちゃって。そうそう、今日ね、2人はね、YouTube の再生がなんか1万何千ぐらいって。そうそうそう、ちょっと1月ぐらい前ですかね、この生放送の後に、ね、夜つべという MBS ラジオの YouTube で配信をしていて、2人がすごいのね。それちょっと社内の表彰でちょっと3回で1万何千、こっちが1回も儲てないのな。それはだってまたもうちょっと格が違うというか。あと何が悔しいって B 面の YouTube より聞かれてたんですよね、押すぞレイカちゃんのやつとか。それ結構地味に傷ついてまして、ね、ちゃんとお前今ちょうど西畑から招集状持ったもんな、はい、いやもらってまして、ちょうど毎日放送、お二人はあの外部の会社から来ていただいてるんで、一応毎日放送から表彰ということで、はい、ちなみにあの私も今将棋会館の話出たんですけど、一応東京で将棋会館行ってきたんでお土産を買ってきたんですけど、王将、はいはい、それは何やねんそれ。これあの将棋の駒の形をした飴を買ってきたんですけど、東京で東京には将棋会館の 本部というか東京が本ちゃんにあって行ってきた、はい、その後輩と一緒に行ってきて、その後輩で女の子やろ、はい、女の子と将棋会館行ってた、はい、将棋刺したの。あの剣を刺すってモーションで刺すって言われてるんですもしかしてその子が、はい、そのなんていうか付き合う対象になる子かも分からへん。あ、それ絶対ないです。分からへん、はい、向こうは一人で行く、あのせっかくあったんでちょっと行きたいところなんで会おうとなったんやつ。怖いやろ。まあ仲良く
で元々で東京で芸人さん始めてからなかなか会う機会がなかったんで、ちょっと一回飯行こうかっつって、はい、でまあね、どんな芸人さんでどんな感じなのかって聞いて、まあいろいろ大変ですよみたいな。今一人でやってやるの？いやコンビです、ポンループ。ポンループでコンビね。はい。で今日なんや、俺の YouTube に俺の載せてた こう人おったな。あ、あれですか？あれ誰や？あれはトニー・フランクさんです。トニー・フランク。元馬とさ魚、うん、ですよね。馬と魚さんですね。トニー・フランクさんがツイッターで。うん、師匠のモノマネ A スタジオの雰囲気のやつを、あれむちゃくちゃ面白い、似てましたね。めっちゃくちゃ似てました。めちゃくちゃ似てたし、うん、師匠が着そうな服も着てましたね。そこまでにしてましたね。なんか擬音がめっちゃ似てましたよね。そうそう、最後のやっぱ耳もいいからやっぱ面白いです、ね、すごいなあいつ、うん、すごいですね。なんで馬と鹿、馬と魚さんで、今はトニー・フランクって名前に変わる、うん、あ、そうなんですか。馬と魚さんだとずっと思ってました。が改め、はい、数年ぐらい、結構前にトニー・フランクに名前、ウキウキ、あの桃釣りに出てもらおうや。おーおー、すごい、すごいな、ウキ頼むわ。トニー・フランクさん、僕がツイッター師匠に見せました。なんで手が感謝してください。でこれポンループのどっちがやでんな。いやだからこれどっちかが分からないような感じの、そういうこと、うん、あの右の子なんですけど、あ、はい、うん、アミさん、アミちゃんっていう、お、はい、身長大きいね。173cm、 体重73、で体重乗せてんだ、体重言うので隣の乗っけてるんだもん。隣の子が 174cm あんねん、この子が、はい、両方ともなんか、面白そう。でもなんか面白そうな雰囲気ですよね。うん、でおもろないのこれで。え、面白いですよ、やっぱ大学生の時から、うん、はい、やっぱり派手に。どっちも同じ大学やった。え、左はあの知らない人です。だから東京に彼女が一人で行って、うん、で東京で見つけたんだと思うんですけど、顔ちょっと似てるで二人とも。なんかすごく面白そうですね、うん、ボンループね。で今あの、芸人さん何人かでルームシェアしてて、はい、あのナゴンっていう、まあ、ちょっとやさぐれ漫才の女性のみゆきさんとすごく仲が良くて、ナゴンって男みたいな子、あの赤羽はもう大きい便所だなみたいな、東京の街をボロクソ言う、うん、仲良くて、今そんだけ言うと超嫌なやつみたいなあれだけど、そういう話をずっとするんだよね、はい、でなんか今日もナゴンのみゆきさんの仕事の関係でカメラが家に来てそれに映るみたいなのが最近増えたんで、ナゴンはあれ吉本ちゃうの？ナゴンさん、ナゴンはどこだっけ、ちょっと調べますね。あれどこだったの、ナゴンどこやの、太田プロだったんじゃない、太田プロか、か太田渡辺じゃないでしょ、ナゴン渡辺って、え、太田だよ、太田ほら太田ってな、太田、いや、太田いやいや、関西弁使ったみたいな、ダジャレじゃないです、あの太田、嬉しいですよ、大学の後輩がそういうね、もうテレビにバンバン出てる芸人さんと仲良くて、うん、っていう話も聞きながら、うん、はい、鶴瓶さん、トムさん、マリリンさん、カニ道楽のモリリンはこんばんは、こんばんは、フローズンでございます。お、出た、フローズン出ましたね、こ中学2年生かな、中2年生、中1ですか、ね、中1かな、はい、先週校外学習に行ってまいりました。ネスタリゾートは平日なのに大にぎわい、ネスタリゾート、いや、あの神戸でしたね、神戸に行ったでしょ、人間の森があるとこでした、ね、私たちは乗れませんでしたが、いろいろありますけどね、スカイイーグルという人気アクションはアトラクションは、4時間待ちでした。あの CM やってるやつですよね、鳥になろうって言って、あ、今すごい、はい、知ってるかな、知ってると思いますよ、スカイイーグルって、あれすごい、ね、あれちょっと乗ってみたいですよね、うまいな、はい、いやでも4時間待ちですか、とっても楽しかったです。次の日はあれ乗りよったやん、こいつ、あの筋肉痛にかなり辛かったんですよ。すごいな、でも校外学習で4時間待つって結構ですね、かなり使いましたね、それで待つ、そのまま終わってまうで、そうですね、ユニバーみたいなもう人気だってことですね、じゃあ、まあね、うん、4時間滑るかもしれないの話をまとめて送ってくれた子でございますね、はい、これすごいですね、はい、この子は、あ、本当だ、ホチキスで止まってる、滑る、あ、そうそう、ホチキスで止まってる、はい、滑るかもしれないの話のコーナー終わりで、ショーポンが勝敗用に記されて、気にされていたようで軽く調べてみましたと、はい、軽くどころかすごいで、はい、マリリン9勝、はい、ショーポン2勝、トムさん1勝とちょっとごめんなさい、それ調べなくてよかったんじゃない、ね、ね、マリリンは安定の勝者ですと、2番手に発表することが極端に少ないですが、ショーポンは同期ネタが多いですよね、トムさんはドラマか一問ネタが多いんで、
買ったのは別のネタでした。ちょっと待ってください方向性間違えてるみたいな感じじゃないですか。すごい分析してくださってるんですね。ちゃんと分析してますよ。すごいな。1回目はマリリンで、マリリン勝者とで仙台の中学生がショーポンで、トムさんは飛行機の話で、はい、でマリリンは黒田勘兵衛の話でした。ああ間違ってたね。あそうですか。ネタまで全部すごい全部全部つけてんねんな。これすごいな、ありがたい。ああそうか、勝者はいいでしょうね。それは、自分の勝ったことをまとめてくださってるんだから。こっちはずっと負けた記録ばっかり載ってるんだから今。で負けた記録載ってますよね。そうですね、あれ僕一勝でしたっけ。まあ一勝や、先週とかじゃない、先週とか先々週ぐらいだったから。そうですね、それで最後の雨かけてもらったんですもんね、うん、そうそうそう、中西やすさんの、いやまああのちゃんともういいの揃ってます。ああそうですか、はい、いいの揃ってます。ハードル上げちゃったよ。えほんまめっちゃお茶飲むじゃないですか。緊張してきた。ハードル上げた。いや聞いてると思う。ものすごい課長でハードル上げちゃったよって言われてて、お前バカにしてんですよいつも。しょうが僕のこといつもバカにはしてないです。だから先週もバカには、まあいいや、はい、滑るかもしれない。このコーナーではトムさん、マリリンさん、私森本が今聞いてほしい話のタイトルだけを進行表に書いております。それを鶴瓶さんに選んでいただいて、披露していこうというコーナー。今週は変わらないもの、変わったもの、巻き添い、名古屋よりという3本です。私もここにちょっと入れさせてください。びっくりしたようやつね。いや師匠も参加されるんですか。参加したいですね。滑るかもしれないの何とも言えないです我々は。そうするとあの、はい、誰が決めますか。僕が最初にやりますから。いや別にいいじゃないですか。誰が先に。でも弱い者いじめですよそれはもう。何も俺とかおもろいかどうか分からへん。そんな。いやあそれじゃあまあやめときましょう。いや話は聞きたいからちょっと難しいです、ね、名古屋よりからです。誰でしょうか。私ございます。はいはい、あトップですね。珍しくトップだ。良かったですね。面白い話だ。もう余計なこと言わなくていいんだよ。消防今週いいのあるみたいなことをおっしゃってたんで、ちょっと嫌なやつですね。嫌なやつやな。嫌なやつですね。本当に嫌なやつですね。本当に。まあでもまあ嫌なやつといえば嫌なやつというかおかしな人、まあ消防もおかしな人ですけど、ちょっと一人僕の周りというかまだお会いしたことないんですけどおかしな人がいまして、これ何かというと前にちょっとだけ話したと思うんですけど、僕まあなんかたまに不動産投資とかの電話かかってくるんですよ、知らない番号から。なんか多分あの自分の番号とかが出回ってるんでしょうね。あの結構営業のなんかそういうのに電話かかってきて、不動産、そうそう、それで不動産投資からかかってきた人がいて、なんかお前も儲けようとする気持ちがあるからな。いやちょっと待って、それがもう念が伝わってたらもうアウトですよ。なんか儲けよう、まあ確かについつい簡単に儲けようとする気持ちがありますからね。そうですね、楽にお金が入ればいいなって思っちゃうところがあるんで、そこはちょっといつも自分で注意してるんですけども、まあそういうのかどうか分かりませんが、不動産投資の電話たまにかかってきて、でまあ なんとなくですけど、一応ちょっと聞くんですよいつも。その全部すぐ切っちゃうのはなんか失礼かな。いやだからそれやんか、ちょっとでもあのうまいこと言ったらもうが、いやいやいや、でもどんな話かなってちょっと興味あるから、それで、その方は普通は大概ちょっとそんなん関係ないですからえらいすみませんって切るんだけどね、まあ時間があったら僕はちょっと喋っちゃうんですよね。、うん、それで、それを前に言ったのなんとかコーポレーションってとこから電話かかってきて、名古屋の大須のマンション投資の話だったの。あで、あの大須演芸場とか近いですよねって。何ですかって言われて、いや大須演芸場とかあの大須観音観音みたいな、ちょっとごめんなさいと、その大須のマンションをねそんないいって言ったら、せめて大須のある程度のことはちょっと知っとかないとやっぱ刺さりませんよって言って、で僕はいらないですって言って断ったんです。何を切れとんですか。いやいや切れるとこじゃなかったんですけど、ほっといて切ったらいいそうなんですけど、一応でもなんとなくそれは情が湧くじゃないですか。ああそうだね、いやあのなんとなく一回出会っちゃったから。大須のねやっぱり演芸場もありますからね。そうそう、でも何にも知らなかったんで、まあ若い子だったと思うんで喋り方からして、だからそれは調べといた方がいいんじゃないですかって言って、でごめんなさい僕はいりませんって言ったら、今日また朝起きたら知らない番号からかかってきて、誰かなと思ってたら、どうもご無沙汰しております、なんとかコーポレーションの丸も同じ人なんですよ。でおかげさまで、あで名前はバレてるんですよ、末高って名前で、おかげさまで末高さんのおかげであの完売しました。いやいやいや、いやいやいや、もうその時点でちっちゃい声でいやいやって言って、で買い遅れた皆様に向けて、いやごめんなさいちょっといいですか、はい、僕
ごめん、大須の方ですよねって、そうですそうですって言って、僕一回断りましたよねって言って、買い遅れたわけじゃないですから僕は。もうその時点でちょっと、いやいやでもそれでもって、もうあのもう本当駅前の名古屋駅前のもういいところで、その会社員の皆さんのセカンドビジネスにはぴったりみたいな、要は名前はあれですけど、要は僕が何してるか知らないんで、うん、でもういやだから いらないですって言ってたら、なんかでもそれわーって言ってくるんですよ。でもうあんまり腹が立ったから、もう分かりましたと、買うの、いやいや買わない買わない買わない今の感じ、いやいや分かりましたと、ちょっともうなんか、なんか変なスイッチ僕も入っちゃって、僕の名前も知ってんですよね、末高トムさんですね、よかったらちょっとネットで検索してくださいって言って、おえ何ですか、ネットで検索したら出るんですか、いやいいからちょっとごめんなさい、別に大したものではないですけど、末高トムって名前で入れてください、その多分出回ってるあれでって言って、で、ちょっと待って、分かりました、じゃあ繋いだままで、パチパチ、あら芸人、あら落語家、あら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 って言うんですよ、でそうなんですって、で僕ね会社員じゃないしね、もうごめんなさい、もう電話しないでくださいって、はい、そしたら、いやちょっと待ってください、あのであのそれでなんかサラリーマン以外でも、いや本当にあのもう芸能人っていうかこういう仕事してるとローンも組めないですし、大丈夫です、現金一括で買えます、いや買えませんと、まずお金がないし、今もうコロナで、うん、もう本当に仕事もお金もないんですって言ったら、そっからお前あれ行けんのかいな、今度独演会する、いやそうなんです、それでいやそう言えば分かったんですけど、そいつがまた今度は僕に対して、分かりました、じゃあ売れてくださいって言うんですよ。マジで腹が立ったから、いやもう大きなお世話だわって言って切ったんですけど、確かにその師匠の言う通り、なんかあんまり腹立つから、次僕から電話して、何万のどこからチケット売ってやろうと思って、あっちはマンション、こっちはチケットで、ああ、はい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 、ちょっとやろうと思って、だから今日はあの、ついに滑らない話の。向こうが何遍も電話かけてくんねんから、お前から電話しても別に不思議じゃないと思う。確かに確かに。あの買いますかもしれないです。で、残念ながらまだ今、名古屋の独演会がないんで、もうちょっと来年の2月3月でもう、彼のために独演会やろうと思って。いやそうか、お前大勢に出たやねんけ。そうですね、大勢でまあ独演会やってますから毎年。彼のためには、彼のため、彼女、彼です、彼か、はい、あだからもう携帯もついに僕登録しちゃいましたから、その場合いやきっとね着信拒否されると思うよ。いやもうあんまりに、そうなんですよ、これ今後が非常に楽しみな、一応今回だから滑らない話のあの続編もあるやつをちょっと今日は巻き添え。はい、私です。あのこの間終電で帰ってきたんですよ、はいはいはい、でいつもまあ終電で、ね、帰りますよね、そうなんですよ、はいはい、でそのおとついぐらいなんですけど終電で帰って、うん、あはいはい、で雨が降ってる時って終電で帰って、うん、その駅から家までタクシー乗ろうと思ったらちょっと並んでるんですよ、うん、でその日も2人かな、私の前に2人いて私3人目でこう並んでたんですよ、うんうん、だから並んだ瞬間にすでになんかこうめっちゃ争ってる感じで喋ってる感じの声が聞こえて、どうしたんやろうと思って聞いてたんですよ、うんうん、でそしたら並んでる列の横にあのおじさんが立ってて、で結構多分酔っ払ってるおじさんやったんですけど、で何を喋ってんやろなと思ったら、なんか俺はその私西京区っていうところでね、うん、はいはい、そのタクシー乗ろうと思ったんですけど、そのおじさんは北区の人やっていうのをずっと言ってるんですよ、うん、自分でわしは北区なんやっていうのをずっと叫んでて、うん、でその一番前にその待ってたお姉さんが、なんかちょっとキャリアウーマンの綺麗ななんかお姉さんがちょっと絡まれてはって、うん、でどうしても北区に帰りたいんやってずっと言われてはって、でもお姉さんはめっちゃかっこよくて、なんかお門違いだと思いますみたいな感じでめっちゃ怒ってはったんですよ、うん、でなんで私があなたにそんなこと言われないといけないんですか、一緒に乗せてくれ言うてた、多分帰宅まで、うん、その一緒に乗ってくれへんかみたいな感じやって、うん、多分ね最初はまあ何か分からんけどそんな感じかなと思って、でもめっちゃ怒ってはるし、うん、やばいやばいと思って、でもそのお姉さんももうやめてくださいみたいな感じでタクシーがその時に来て乗っていかはったんですよ、うん、どうしはんやろうと思ったら前のカップルにもの帰宅まで帰りたいねってめっちゃ言ってて、ほんでいや僕らちょっとあの吉祥院の方出て南の方に帰る人たちだったんですよ、俺帰宅どうやったら帰れるってずっと言ってて、でどうしようと、私の出番来るやん、
並んでたらそう並んでて次タクシー乗らはったら私聞かれるやん、はい、そうですね、どうしようめっちゃ恥ずいと思って後ろもまた並んではるし、はい、で2人乗っていかはって、もう僕帰宅じゃないんで僕ら無理ですって言って、うん、どうしようどうしようと思って早くタクシー行きたいと思って待ってたら、うん、なあお姉ちゃん来た お姉ちゃんはどこ行くんって言われて、うん、あ私ちょっと嵐山なんですって言ったら、うんうん、そんなん住むとこないやんって言われて、いやいやあるねんと思って、いやいやあのはいあの嵐山です、違うやんそんなん金閣に住んでるってみたいなもんやんってめっちゃ大きい声で言われて、めっちゃ恥ずかしくて、恥ずかしいっすねってなって、ね、いやいやあの住むとこあるんですって言ってタクシーがやっと来て乗ったんですけど、私一人めっちゃ恥ずかしくて住むとこないとこにね、そうなんかただただディスられたみたいな感じで巻き添え事故に遭いましたっていう話。マリリンですね今週。いやいやそうですね、まあまあ聞いてないけど、マリリンですね、もうこれはちょっとごめんなさい、まあまあしゃあないですよね、まあいやいやありますから変わらないもの変わったものね、これに勝てることはないでしょう。何ですかそのおじさん、住むとこないやん、金閣寺住むようなもんやん、まあほんだって感じでしょ。じゃあもう箸休め的にあの聞いていただけたらいいなと思うんですけど、あの変わらないもの変わったものですね、あの帰省しまして、うん、でうちはあの母と祖父母と4人暮らしだったんですね。まあありがたいことで、うん、祖母が79で祖母が85かな、はいはい、まあまあ結構高齢なんですけど、まあまあでもまだ元気で、祖父は85、79で、ね、でまあおかげさまで体も、うん、ボケとかもなくて元気で、うん、ああよかったなと思って、まあ帰省していたんですけど、ご飯も全部終わって祖父と祖母がまあ、こたつというか今にいて2人でテレビ見てるんですよ、うん、でそしたらもう祖母の声が聞こえてきて、お父さんこの水戸黄門消していいのっていう祖母が祖父に聞いてるんですね、うん、ダメだよ水戸黄門話つながってんだから消したら分かんなくなっちゃうからっていう会話が聞こえてきて、うん、いやもうこれ、ま、マジで何万回この話してるだろうと思って、もうずっと水戸黄門は祖父は取ってるし、で消していいかどうかなんかもう金婚式も終わってるから、もうこのおじいちゃんおばあちゃんいつまでこの水戸黄門消した取ったでやってんだろうなというのがありながらも、でもまあ僕がいた10年前と何も変わってないんで、うん、ああよかったなと思って、うん、でそんな我が家の唯一変わったところが、僕2歳上のいとこのお姉さんがいるんですけど、住んでんの一緒に、隣の家に住んでるんですよ、ね、で今子供が生まれて、うん、で僕にしたらいとこの姪っ子、これ重鉄っていうらしいんですけど、重鉄いとこの、いたこの糸っていう従うっていう字に姪と書いて重鉄というらしいんですけど、まあ、これが生まれたんです、重鉄が、重鉄が、重鉄重鉄がっていうのがすごい、でも可愛いんです、まだ、あ、2回ヤクザ急に名前すごい、重鉄いとことかじゃない、重鉄、はい、いとこの子でええやんそうなんですけどね、でまあ生後2週間とかで、まあ、ちっちゃいんですよ、で可愛いなと思って、で今まで僕本当に自分の子供が可愛いみたいな話はまあまあしょうがないとして、その姪っ子1個が可愛いみたいな話をする人がちょっと受け入れられなくて、いやその可愛いのは分かるけど、うん、それをこう人に話してどうなんのみたいな、別にその知らないしこっちは、まあ可愛いのは分かるけどそれはもう置いといてくださいと思ってたんですよ、うんうんうん、だから僕もなんか可愛いのは分かるけど話さないようにしとこう、だから写真も撮らないでおこうって思ってたんですけど、その姪っ子がまだ赤ちゃんですけどお風呂に入ったんですね、ベビーの、うん、でおったかいお湯に入って、でおったかい、おったかい、おったかいどんなお湯、あったかいね、おったかい、あったかい、あったかい、あったかい、お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 ったかい、でそのいとこのお姉ちゃんが、もう普段は動物みたいだけど、うん、やっぱこのお風呂入ってる時気持ちよさそうにすんだよねみたいな、言葉も喋れないけどやっぱおったかいお湯が、え何おったかいちょっとどうしたの、おったかいってどこで、おったかいでもいいですわもう、いやいやおったかいってお前がいいでもいいですわって、何何なんで逆に聞いてる、お前がおったかい自分で2回連続間違えててんねんで、ね、あったかいお湯入ると気持ちいいなっつって入れてたら、それはその時だけやっぱ赤ちゃんもなんかちょっとふわっと口開けてあったかい気持ちよさそうですよ、うん、であまりにもそれが可愛いからもうこの時だけはもうしょうがない、撮る前と決めてたけどちょっと写真撮ろうと思って、でカメラパッて向けたら、今のカメラって性能いいんで
あの料理撮ろうと思ったら料理のマークみたいなの出てきて美味しく撮れるとか、うん、風景のやつがあったらこの写真見たらマークが出てきて、うん、綺麗に撮れるみたいな、うん、でその僕の重鉄にあのカメラ向けたらいとこの子だよね重鉄って気になっちゃいますねあのそのカメラの隅っこに犬のマークが出てきて動物をおとりですかっていうのが出てきてあのちょっと笑ってしまったお高いですねお高い日が頭にお高い話前のマリリンさんの話がちょっと面白すぎたからいやいやお高い話面白いってうん、お高い話じゃないお高かったよすごくお高かったよ、うん、すごいお高い家庭の話、うん、赤ちゃんは動物って認識されたな、はいはい、赤ちゃんまあ、スタッフが子供産んで、はいはい、産後すぐに出てきよったんや、はいね、女の子よ、うんはい、愛ちゃん行くやけど、はい、でって言うてなんか自分の子供を見せようのかなと思って、はい、でパッと見たらわ見たあかんもん見たって思ったんや、はい、子供をね待ち受けにしてんねんけど大子供やねん触れたあかんと思うんだよね、うん、ねでよう見たら E.T. やってんだよいやいやいやお前なと子供生まれたのに待ち受けを E.T. にするなとこっちは気遣わへんねんこんな子生まれてんのかとそうですねやろだからこんなもん言われへんがないと思ったよ、はい、そうですねで後で自分の子供見せよったんやけどね、はい、そ待ち受けにな E.T. やでこんなびっくりだわそれこの時代2020年なかなか ET 待ち受けしていないですよ子供生まれて出てきた待ち受けに子供してるんだったら分かるけどね、はい、もうで絶対子供だと思っちゃいますもんね思ってもこれはもう触れたらあかんわと思ったよね、はい、ほんだらびっくりしたわほんまにいや優勝じゃないですか、まあ、いやいやマリリンやな、はい、マリリンですねいや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 今日はもう俺は参加してないからねあ、うん、えもしかしてあれ最初ちょっと話そうとされてたのは今の話いやいや違う違う違うまた別であるんですか別で話しちゃった今子供の話だからちょっとそれ重たいけどねそっきりなんぼでもあんねんけどねすごいななんぼでもか全部優勝級ですか和芸のデパートですすごい和芸のデパート素晴らしいですね本当にかっこいいものありがとうお前にしようかなあどうもありがとうありがとうございますどうもありがとうございますまるまるコーポレーションやったよあいつねマリ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 今後そういうのもあるで一応すいません2位ということでいいですかねあの一応まあまあそれは2位やありがとうございます2位は今まで決めてなかったですしいやだからもう1位でいいやんかそれはねそうですねためこの粉今週からは、私の断捨離のプレゼントはみんなマリリンがほとんど決めてくれますんでわすごい一つ買いといてくださいねはい、うん、ためっこの粉です大丈夫ですかちょっと送られてくる量もかなり増えてきたねそちらから言ってください、はい、いきますかじゃあ私から、奈良市のフリンコリンズさんおばあちゃん揉んでくれるのは肩だけでいいです、はあ、ラジオネームトラッキー超ラッキーさん姫路市の方ですいつも嫌味な上司のミスを見つけてほくそ笑んでいたら自分のミスだったこのためこの粉はみんな自分で選んでますからね。そうですね。それでセンスも分かりますよね。ラジオネーム長崎県佐世保市しばりゅう駆け込んだトイレが汚くて息止めて用を足してたら最後まで持たず逆に反動で大きく吸い込んでもうたラジオネームフリンコリンズさんです奈良県奈良市混浴温泉にわし一人しかいてへんかった、はあ、長崎県佐世保市しばりゅうさんテレビで有名人の葬儀の模様が喪主挨拶のシーンで小学生の娘が一言パパが死んだら私が読まんと
ラジオネームあ、じゃあそっちはごめん、ごめんなさい、そっち行ってちょっとでも機能不全に陥ってます、はい、ラジオネーム山水に青いからいただいております。山水に青い、岸和田市の方です。居酒屋でトイレから出てきて、トイレットペーパーなかったわと言った同僚の足元見たら靴下脱いどった。大阪府守口市、ラジオネーム今も昔もぬかるみん。天気予報は雨 0%、 外に出ると真っ暗。息子に雨来そうやなと言うと、お母さんサングラスしてるよ。ラジオネームオセロヘア世代さん、尼崎市の方です。最近おもろいことないなと嫁に言うたら、鏡見てみ、とぼけた顔が映るからと言われた。香川県高松市、ラジオネーム昼下がりの安倍ジョージさん。風呂場の排水口にたまるちりげ、年々水をはじかなくなってきた。ラジオネームラブホの方からいただいております。岡山市の方です。朝起きたら昨日知り合った女性がいなくなってた。財布の中身もなくなってた。ラジオネームオセロヘア世代、リモート会議、熱弁フルエド、画面固まる。ラジオネームわさび好きさん、泉市の方です。ためこって何のことやろかと思って辞書引いたけど載ってなかった。たくさんのためこありがとうございました。メールが来ておりますね、はい、今来たとこですね、はい、宮古島区の方でございますね、はい、回り回って落語からいただいております、はい、初っ端から、まあ、森本アナの寝台列車の話に爆笑しました、うん、みんな森本アナのことあかんよって言いますけど、私は嫌いじゃないです。あ、まあ、嫌いな前提ってのはちょっと、まあ、好きですよ。さほど好きでもないです。会話してるみたい、はい、え、でそれで終わりですか。で終わり以上です。こちらはですね、ショーポンへカレーを食べに行った時に支払いは割り勘でしたか、それともショーポンが出したのか、女の子とご飯を食べに行くと1回目は出してあげた方が良いですよ、どうですか。あ、それは出しましたよ。あ、でもそれは、女の子だからというか、まあ、その後輩やからね。結構ショーポンはそういうとこちゃんとしてるんですよ。だから福ちゃんと全然違う。福ちゃんとは全然違うんですよ。福ちゃん絶対出せない。絶対福ちゃんは出さないですから、ネタ振りしますから。福島さん、そうだ、この間僕と福島さんと後輩の光弘くんっていう3人で、たまたま時間があって一緒にランチに行って、で、お蕎麦屋さんに行ったんですよ、近所で。ちょっといいお蕎麦屋さんで、3人で5000円ぐらいになったんですね、お昼の。まあちょっといいの食べて。誰が一番年上なんですか。福島さんです。で次が僕で、その下が光弘なんですけど、でお会計の時にみんなでバーってこう財布持ってレジ行って、で福島さんが あいいよ、今日ぐらい出すよって言ってくださったんですよ。すごい。でその瞬間僕と光弘くんがいいんですかお世辞のえいいんですかじゃなくて、もう食い気味に行った方がいい。マジで言っちゃって、ね、そらそんで、そらもう驚いたでしょ。だからあの男が出すわけないって。でしかもお昼で5000円ですから、3人で、うんうん、ちょっといいもん食べたんですよ。確かにね。でもその後に2人とも我に返って、すいません失礼しましたってことを、マジで失礼、マジでいいんですか、ね、って言っちゃったから。それぐらい言った方がいいですよね。いいんですかじゃなくて、いいんですかって次からまた出しよるからね。でもすいません副長のごちそうさまでした。トムさんの落語第一体操ツイッター1万1000人、ありがとうございます。あ、もうそんなにされております。はい、ありがとうございます。これは落語体操ブームがやってきそうですね。ありがとうございます。
福島さんの掛け声がまた素晴らしいですね、うん、ただ全身を動かすという点では微妙です。まあそうですね、あの正座したまま一応体操してますんで、はい、野球じいちゃんが、はい、どんなんですか。いや、まあ最初はなんで、ご隠居を訪ねるの1、2、3、4、ご隠居、ご隠居とかから、まあ最終的に僕が一番好きな、てか僕がその落語体操を作って、やってくれたらええんだよ。1、2、3、4、ご隠居、ご隠居、続いてそばを食べる分の1、2、3、4、みたいな、下手なんで身長の DVD を見てくださいみたいなのから始まって、僕が最初にその落語体操を作るきっかけになったのが、林家玉平が正蔵の息子だと分かった瞬間正座に変わる運動っていうのがありまして、それが一番最初のきっかけで、あの最初偉そうに挨拶してゆっくりと正座で、腕立ての不正で媚びを売りましょうって生まれてきてくれてありがとうっていうやつなんですよ。ちなみにあの B 面で流した福島のその音声は今かけることもできるみたいです、福島のそれが最高にいいですね。ちょっとあの僕がやった下手くそなんで、お願いします。うんって言っちゃったけど、じゃあ落語体操第一、これやっぱ、まずは背筋を伸ばしてご隠居を訪ねる運動から。はい、1、2、3、4、ご隠居、ご隠居、そばを食べる運動、1、2、3、4、うまそうに5、6、7、これだけ福ちゃんのあれが下手なので身長の DVD を見てください。続いて大喜利の運動、お題のボケを考えて手を挙げる、7、8、思いついてなくても挙げる、当てられないように目線を下げましょう、高座を降りて滑った言い訳をする運動、手を挙げる、環境のせいにして空調がうるさいんだよ、7、8、体をひねりながら7、8、なんで救急車が通るかね、現実からも目を背けましょう、売れっ子にこびる運動、アニソン一生ついていきます、めちゃくちゃ受けてましたね、よっ落語界の宝、未来の人間国宝、生まれてきてくれてありがとう、林家玉平が肖像の息子だと分かった時の運動を、偉そうに挨拶をしてゆっくり上体を起こし正座、腕立ての姿勢で媚びを売りましょう、生まれてきてくれてありがとう、師匠の話に愛想笑いの運動です、大きく体を回して5、6、7、8、同じ話でも初めてのリアクションを取りましょう、いろいろそういうとこ出てきてますよね、師匠のお年玉を確認する運動、ポチ袋の中身を開いて閉じて開いて閉じて、これは福ちゃんですよ、いやほんま福ちゃんはちょっと入ってると思ったんだけど、楽屋を後にする運動です、ため息をついて着物を脱ぎます、5、6、7、8、後輩の落語が受けているのを横目で見ながらそそくさと帰りましょう以上落語体操でした、まあ、これはもう福ちゃんで、いやいやいや、映像付きですから、これはあのツイッターもマリさんという方が、うん、出た出た落語体操第一、うん、これは福ちゃんがうまいって、うん、いやいやいや、そんなことない、これでもちゃんとそのパーマ大佐っていう、うん、あの芸人がいるんですけど、あの森の熊さん騒動で行って話題になった、うんうん、パーマ大佐に今回森の熊さん騒動でってどういうことや、あの森の熊さんのネタをやったら、森の熊さんの作詞家でしたっけ、作曲家の方からちょっといろいろあってっていうので、ちょっとそのそういうニュースにもなった、うんうんうん、権利関係ありましたね、権利関係にパーマ大佐むちゃくちゃ詳しくなっててその今回落語体操お願いしたんです、これ作ってもらうにあたって、うんうん、それに対してもだから絶対に著作権とかにちゃんと大丈夫なやつをちゃんとって言って作ってくださって、これは大丈夫なの、このこれはなんであのパーマ大佐のオリジナルなんで、いやいや、あの体操はこれはなんであの普通のラジオ体操ではなくて、ちゃんと落語体操用に新たにちゃんと作ってもらって、あの音はあれ音もあの全然大丈夫なんです、大丈夫なんです、その基準に引っかからないような、うで福ちゃんに入れてもらう、福ちゃんがうまいですよこれは、ね、福ちゃんは、はい、なんですか、どうぞ、ごめんなさい、あのちょっとメールがまた1枚来てるので、はいはいはい、突然のメール失礼いたします、吉本の芸歴9年目馬と魚改めトニーフランクです、あ、トニーフランクどんの、先ほど勝手ながらツイッターに笑福亭鶴瓶師匠のモノマネ動画を載せさせていただきました、お前うまいよ、そして今東京の作業場にてネタ作りに励んでいたところ、 MBS の福島信弘アナウンサーから LINE が来て、今鶴瓶師匠がヤンタンでトニーフランクさんの話をしてますと教えていただきました、すぐさまラジコでヤングタウンを聞いていたところ、鶴瓶師匠がおもろいな、桃鶴に出てもらおうやとおっしゃってくださっていて感激いたしました、はい、
しかし、はい、僕一度桃色つるべに出演させていただいているのです。馬と魚で出てんじゃんの。僕のことを覚えていただいているのか少し不安なのですが、ね、新作のモノマネがたくさんありますので、はい、ぜひまた桃色つるべ出演させていただきたいです。よろしくお願いします。一回出てたんですね。ご本人から出てたけど、その時の名前がどっちなのかですよね。あ、馬と魚さん時代に出てるかもしれないですね。だからトニーフランクで出てないかも、ね、まあまあそうですね、うん、まあまあでも、ね、でもいやすごいですよね。そんなんでもこれうまいですよねこいつ、うん、いやむちゃくちゃやっぱすごいですよ、センスも面白いです。 R1 の時のもう何年か前ですけどネタもめちゃくちゃ、ねね、誰やっても似てらっしゃるし、ね、なあ、はい、すごい。さっきの俺かいな思ったぐらいだからねあのトムさんが見せてたじゃないですか、うん、僕ちょっと別のメール読んでて、なんでわざわざご本人の動画を本人に見せてんだろうと思ってたら、モノマネ動画に見せました。モノマネやったら相当クオリティ高いですよ ね、うん、ね、俺が言うねんからね。そうですね、うん、いや俺のモノマネする人多いけど、いやかなりいい、ね、あのやっぱりあの服似てましたね服むっちゃ似てました。お前それ言い過ぎやろ。いや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 、しょ、すいません、すいません。俺大概服好きやで。いやそうですね、いやだからそれでおしゃれなっていうことですよね。昨日お昼にテレビをちょっと見ていたら、博多天神落語祭りの、沖縄公演の告知されておりました。沖縄とかやるんですね、はい、豪華東西三人会と題して鶴瓶さんも出られるということで、以前私のメッセージを読まれた時に沖縄でまた落語会やるとおっしゃってましたので、この公演だと気づいてチケット発売中のことで日程を確認したら、来月の4日の平日で、明日仕事場に行って休み取れるかどうか聞いて調整してもらいたいと思いますと。おお、今日ねんの、いいですね。関西人の国さんですね。そうそう、なんせ初めて鶴瓶さんを、鶴瓶さんをはじめ共演される円楽さん、そして太平さんが落語で生で見れるという、いやいや面白そうですね。面白いですよね。ぜひあの 見に来ていただきたいと思いますね。いいな沖縄。え、何沖縄いいですね。一回ほらあのヤンタンでも行ったじゃないですか沖縄。ああいいですよ ね、 ね、楽しかった、ね、あなんかそれ私入る前にあったらしいですね。そうですそうです。何ですかそのただ羨ましい話いやいやまたやったらええねんけどね。レイカちゃんも一緒に行ったよ。レイカも行ったやん。そう、みんなで海も行ってね。え、そうそう、海は関係ないじゃないですか。いやいや、まあ、みんなで遊びに行ったよ。みんなで海行って、沖縄でいいじゃん海行ったって。レイカもあのあれで春レイカちゃんももうレイカもバーンと泳いだからな。ね、喋らないのやめて。喋らない。ポンループの、女性の方アミさんを調べてみましたが、その方は特技がバレーボールだと事務所の公式ホームページに書かれておられました、あの森本アナは学生時代アミさんとコンビを組んでいたと話されてましたが、ツッコミをもらうときはどんなツッコミを食らってましたか。バレーボールのような球の上で頭がパーンときつく叩かれたんでしょうかということですけどね。あの正式なコンビというかその学園祭の時だけとか、まあ、あの単発だったんですけど、とにかくこの子は声がでかいんで、はいはい、大きい声でツッコんでもらうっていうのをやってましたね。あの嵐のメンバーを全員日ハムの選手と間違えるっていうネタを一時期やってた。例えばどんなんですか。だから僕があのどう思って出てきて、最近すごく好きなグループ見つけたんだよ、あいいですね、どんなグループですか、大野と松本がいいんだよつって、あ、大野と松本、あじゃあもうあのグループですね、私も好きですよ、あと稲葉もいいよね、相葉じゃなくて稲葉ですか、あそう稲葉だよ、え残りのメンバー誰ですか、ホフパワーとスレッジっていうので入るネタがあるんですよ。ああなるほど。で野球選手とアイドルを間違っていくっていうネタがあったんだけど、誰やねんそれおいっていうのをめちゃくちゃ大きい声で突っ込んでもらってました。何日か皆さん楽しく拝聴させていただいております。ごめんね、なんか後輩を滑らせたみたいで申し訳ない。面白いよ、鶴瓶師匠の無学に参加させていただきました。さかなクンの才能には脱帽でした。ゲストさかなクンさんだったんですよね。さかなクンすごいですよ。インスタに写真載せてはりましたよね、うん、そうそうそう、あれ絵描かはったんですか。あの漁場漁業で描かはったんですよ。絵をですか。漁場漁業で漁場で描かはったんですよ。と、でもあの人はすごいですね、ほんまに。魚くんって言ってたけど、はい、俺もうあの人というぐらいちょっと尊敬しましたね。栄光ですよね。こういうのもおかしいですけど、すごいですよね。すごいすごい。いつだったかそのね、農林水産系の議会みたいなところにも呼ばれてましたもんね。そうそうそう、あのまあ言うかぶったまま、かぶったままのあれ、でももうあれがいい、あれでいいっていうことにちゃんともうそれを認められてる。だからこれはもうあれですけども、はい、あのロイヤルファミリーもあのそういう研究されてるんでお知り合いなんですよね。へえ、
すごいですよ。すごい本当に。今回は無学はどういった関連でさかなクンさんに。いやいや俺はさかなクンとお歳暮なんか魚が送られてくるんですよね。そうそう、藤井助とか行さん送られてきてですね、もうやめといてくれ言うていやでもさかなクンが選んだ魚食べてみたいな。あ確かに、うん、実にうまいですよ。うまいですけども、はい、うちは2人しかおれへんのでね、はい、5キロとか送られたら普通にしてほしい。ギョギョってこっちがギョギョってギョギョ、はい、でもお客さん喜んだでしょうね。えお客さん絶対お喜びでしたね。多分なんかそれはもうめちゃめちゃ喜ぶ、うん、あの人はですね、あの人愛の手紙の藤ちゃん。あれはい、突然始まりましたが、このコーナーではヤングタウン日曜日をお聞きいただいている著名人の方から来たあお手紙を紹介していくというコーナーです。今晩もさまざまな方から手紙が来ております。はい、ではまずはこの方から、お手紙が来ております。誰や。森本くん、マリリン、トムさん、そして半沢の親父さん、こんばんは。こんばんは。元東京中央銀行の大和田です。大和田さんや。森本くんの同期の藤林アナが勝手に結婚されたせいで森本くんの精神状態はめちゃくちゃになった。だがなぜあの場で素直に祝福できなかったのですか。なぜ小学生でも知ってる大事な大事な5文字おめでとうがすっと言えなかったのですか。私は自分よがりな森本くんのことを好きになれないが、上道楽さんの心を動かしたことだけは認めてやる。もし森本くんがヤンタンを外されたら私に詫びてもらおう。しかしもしお前が毎日放送の社長に上り詰めたら私が土下座、いや、カニ道楽さんのテーマソングを披露しよう。お前なんかに土下座をするなんて死んでもやだね。ではこれからもお体に気をつけて。やれるとこまでやってみんな。あばよ。大和田さんからいただいております。富山県マカロンは俊樹さん。あ、どうされたんですか。あ、私も来てるんです。背景、森本翔太殿。すごい消防の大人気だ。大したものです。難関を乗り越え関西の放送局の MBS に入社できたのだから本当に誇りに思います。そうそうやな。久しぶりです。森本翔太の父です。私は初めて翔太をテレビで見たのは2015年の大阪マラションの、ね、ちょっと待って、2015年の大阪マラション、マラション、大阪マラソンの実況中継をした時、一番かなあかんとこやね、それ。そして私はこのヤングタウンを以前から鶴瓶さんのファンで、いつも楽しみにラジコで聞いていたから、この4月から福島アナウンサーからは翔太が番組のレギュラーになって本当に嬉しく涙が出ました。いや、お父さんやな。挑発してるからな。お前はいろいろといじられてきてるけど、逆にその姿が微笑ましく感じる。頑張ってください。そして遅くなりましたが謝ります。すま、本当にすまをはじめ皆に本当に迷惑をかけました。翔太よ、最後の頼みを聞いてほしいのだが良いですか。いつもカニ道楽のコマーシャルソングを鶴瓶さんと歌っていますね。そこでカニ道楽のタダケンをこのわしにもください。値段はいくらでも良いです。後で住所をメールしますので最後の頼みです。お願いします。私今月ピンチなんです。やっぱり持つのは息子だなと思っています。さようなら。ラジオネーム財布の中身13円。愛の手紙の不時着はショーポンのお父さんからずっと手紙欲しいね。そうですね。みんな、はい、これそうしましょう。そうしましょうかね。ショーポンのお父さん聞いたらどんどんあのください、はい、お待ちします。
なあこれ、うん、こんな蒸発してやれ、ショーボンのお父さんから手紙を送るというコーナーにしたら、本当にでも来た時びっくりしますね。今びっくりしちゃった今。そうやな、それええやないか。いやちょっとえ ラジオネームはって聞こうと思っちゃいましたよ途中で。うん、まあ、いろんな父親相談してます、あの想像しますけど、その嫌ですね、食事券無心されるの一番嫌ですね。まあまあまあしゃあないです、現金無心される方がまだいいなと思いますね。いや食事券、まあ、仮にどう今月ピンチなんです。今月ピンチ。お願いします。ちゃんといい年でしょう、鶴瓶さん、トムさん、マリリンさん、人参嫌いのモリリンさん、こんばんは。こんばんは。フローズンでございます。あれあれ、お前勉強せえや、フローズン。ついに、ついに。勉強してくれ。先週はカニ道楽5000円分のお食事券をいただきありがとうございました。カニ道楽の皆さんに厚く御礼申し上げます。私の家では家族の、休日がなかなか合いませんので、いまだにカニ道楽まで足を運べませんでしたが、近いうちにやらせていただきます。それとモリリンにカニ好きをご紹介していただきましたが、はいはい、せっかくなんですがカニしゃぶにしようと思っています。あ、まあまあ、いや英断だと思いますよ。カニしゃぶの方が、うん、俺もカニしゃぶ好きやからね、はい、ね、あの手間なく食べられますから、はい、それはもう私はどっちの良さも分かってますし、あ、分かってんの。俺はしゃぶが好きですね。カニしゃぶが好き、美味しいですね、楽ですよ、まあ、ただその自分でほじくる、うん、その手間もカニを食べる行為の一環として楽しみたいというのであればカニ好きの方だという。ラインのつべやな。もうすぐクリスマスですね。皆さんクリスマスは誰と何を過ごしますか。トムパパは、サイモン君に何をプレゼントしますか。名前知ってるんだ、すごい。本当だ。いや、あのそれよりもだから10月31日誕生日なので、はいはいはい、なんか誕生日プレゼントをちょっとね、もうすぐ3歳になりますから。3歳になるんだ。パパという自覚がある、あるわけですよね。それありますよ、もう。いやいや違う、パパやということは向こうも分かってあるんですよね。だからなんかとりあえずだから、あの着物着るのが仕事ってのはちょっと分かってるよね。着物着るのが仕事。だからあの持ってくるんですよ、なんかあの帯とかを。であの仕事のことチュンチュンチュンって言うんで、チュンチュン、なんでチュンチュンチュンって言うかというと、落語始まる時にチュンチュンチュンチュチュチュンチュンチュンってその出囃子のことをチュンチュンチュンだと思って、かわいいやん、かわいい、チュンチュンチュンとは言ってきます。かわいい、それ可愛いですね、これは、しかも、さっき習い事、あれ習い事始めた話、いや知らない、してないです、ね、オンエアではしてないと思います、あのオンエアじゃしてない、はい、してなかったんです、してないと思います、僕ら聞きましたよ、多分、すすのすけでしたんでしょ、すすのすけ、そう、なんか E テレを見て、習い事したいって今、大正子どうだろう、じゃあ誰だよね、うちの子がです、サイモンが、はい、それそう大正事であのおちゃんのまショッピングでよ歌あるやつじゃない、いやでもなんかすごい、あ、そうそうそう、それで調べたら近所にあって、家の近所やってんの、そしたらもう喜ばれましてね、その向こうが、あーはーはー、平均年齢が下がるって言って、平均年齢いくつなんですかって、今78なんだって言ってすごい下げましたね、下がりましたね、でも今だから大正事でこう弾きながら、なんか1155665、うん、お前いくつやった、そのまどの子供は3歳です。3歳で大正ごとやってるって、いやちょっと面白いなと思って、その後南京玉沢でやらせて、いやいやもうそうなってくるとなんかだんだん寄せに近づいてきましたから大正ごとから南京玉沢で、いやいやもうあの最後は獅子舞教えて、それだって僕が絶対やらせると思うじゃないですか絶対さてさてって、あさあうちの子がやってますから皆さんどうぞ、ね、おひねりの方ねお願いします。いいやそれ、いいやんけ。ありますねこれ。見えましたね今ね。考えてる。お正月あたりね。猿やないねんから。お前も喋れや。いやなんか父との思い出はいいなとちょっと思っちゃった。ごめんごめん。でまあ愛の不時着のコーナーでまた来週来るやんけお前。の。カニ道楽のタダケンをこのわしにもくださいって来てますから。ちょっとこの方ちょっと何かプレゼント、じゃあ僕のお父さんに何あげるかな。プレゼントどうしましょう。何でもいいですよ。マリンさんぜひ。革のメガネチェーンとかどうですか。そういいじゃないですか。それはもうメガネね。財布の中身13円さんもね一回電話もしましたもんね。そうそうそう。じゃあ革のメガネチェーンを。はい。ください。これ歌いきましょうかね。ちょうどあの子が。みはるさんが、みはるがね、そうだそうだ、みはるがねちょうどまあ、手紙くれましてね、はい、で CD もくれたんですよ、はい、送ってきてくれたんですけど、はい、前の即興でやった4月ぐらいですかね、そうです、はいはい、それがちゃんと CD になったんですよね、未成年が入ってますね、未成年ですよね、うん、
だからその未成年を三代話で作ってるんですよね。そうそうそう、それがもうあのこんな良くなってるというのをちょっと聞いていただきたいと思いますね。みはるの未成年です。いやいいですよね。ねえ、うん、すごい爽やかな、ね、今おかけした曲が未成年という曲で、うん、この未成年も入った CD が11月22日の発売ということです。で、この CD もプレゼントしたいのですが、あ、まだ発売前ということで、みはるさんから今の曲ではない CD なんですけど1枚リスナーさん用にプレゼントをいただいております。10月11日にリリースしました路上の歌を含む3曲のアコースティック音源 CD、やったんでをプレゼントさせてくださいという、やんたんのやんにちのリスナーさんへ届けという本人のメッセージ入りの CD をいただいていますので、みはるさんの CD 希望の方はその旨をまた、そうです、それいただいていきたいと思います。いますで、みはるさんもツイッターで初オンエアですというのをつぶやいていただいて、ここでやんにちで初オンエアということになりました、うん。はい、今年、まあ、人間ドック受けたんですけどね、はい、あのちょっと変わったのは下剤がものすごく効くようになりましたね。コントでよくやってますけど、あっああいうのね、はいはいはい、あれがほんまやいうのが分かりましたね。なんか変わったんですか？いや変わったんか知らんけど、ほんまに喋ってる最中にほんまあらーがわーそれぐらいなんで、ね、びっくりしたで。私もその下剤飲みました、はい、すごいやろあれ喋ってし、あとしなんかちょっと気張って出るんだと分かるけどやな、ほんでああちょっとああ言うたって師匠、もともとあんまりコントロールできないじゃないですか。やらましたよもともとおいどういうことやねん。いやいや結構とうとう いや僕もそうだからいやいやお腹ゆるい方ですよね。いやいやそんなことは、僕もコントロールできないので結構本当僕もお前な、はい、一緒にお前自爆テロやそれ。いやいやいや僕も結構しょっちゅうやっぱ自分で怖いから。でもすごいよね、はい、いやうちは初めて飲んだんですごいな下剤って。いやいやもうほんまにいつもはそんなないね。あそうなんですか。で、はい、そこまでないねんけど、いやもう普通に喋ってたやな、はい、ああってそれはその あの場所にたどり着くまでは持つんですか。持たないと思う。持たなきゃまずいですよ。それはよく聞きますね。できてないですよ。それはもう固形がないですからね。あもう水になってますから水になってますからね。固形がないの。それで最近師匠タメコの時にそういう系のやつよく選んでますよね。いやいやそんなことそんなことです。お前すいませんすいません。いやいやちょっと面白いなと思って想像したと思って。いやいやあんな怖いのないよ、ね。まあ、怖いですね。ほらもうあれはあかんわ。あれ道端でなったらえらごっちゃだ。いやいや危ないですよ確かに。はあ、別にあの粗相はしてないの。粗相はしなかったですけど、うん、あの24時間出なかったら来てくださいねって言ってはるから出えへんもんやと思ってて、それ飲んでもなかなか出にくいんやと思った。私も1時間後ぐらいにはもうはーってなったからなんかもうしばらく座ってたやな。チューチューって出した。しかもそのなんかいつもよりも早いんですね。そう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 、今ガッて来てからううおしっこじゃなくチューチューって出してたね。すみません今日はちょっともうすみません。来週 B 面ですね。想像しちゃいますから。来週 B 面ですね。あ来週 B 面です。あ、はい、あのそうそうそう、モリリンのお父さんの手紙もいただきたいと思います、ね。そうですね、来週またよろしくお願いします。